あ、ダメだこれ。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、辛い、痛い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 、辛い、もうやんないかも。おはいばー、普段はおおむね追いかき VTuber のやばましろです。この格好をねしているということは、本日はボイトレ動画です。エヴァはね、ボイチェン VTuber なので、もう油断するとね、すぐね、声がガビっちゃうんですが、まあ、激辛という極限状況においても、澄んだお声を維持することができれば、まあ、どんな時でもね、強強なボイスでいられるはずなんですよね。ということで、本日のイカれたメンバーを紹介していきます。じゃん！来ました。マルカ食品ペヤング。新商品ですね。極激辛ニンニク。そして、ほぼ同じ時期にね、発売されたこちらも激辛商品、明星ブブカ油そば5辛こってり。声を濁らせず、こちらの2商品を食べ比べしていきたいと思います。まずはパッケージを見ていくんですが、次は緑ときましたね。最初が赤で、次がカレーの黄色で、極激辛タンタンの青ときたので、緑。この緑は、なんか多分色としての何かメッセージというよりは、ただ緑が余ってたから、なんか匂いのメタファーとかでもあるのかな。ニンニクの顔つきに関しては、シリーズ一凶悪な目をしているのではないかと思います。魔人ブー的でもある。極激辛ニンニクのパッケージの裏を見ていきます。カロリーについては、548キロカロリー。これね、タンタンが確かに579だったので、ちょいと少ないぐらいですけど、まあまあ、普通くらいかな。続いてブブカの方。こっちは割と普通の、よく見るパッケージのイメージですかね。マヨの後ろにある納豆みたいなの、これ。なんだろう。黄とか赤とか黄色とかあたりの激辛カラーパレットを使っている王道デザインと言えそうですね。あとこの何の参考にもならない辛さレベル表記。なんかあるのかな、明星さんの中で基準とか。こういうのさ、メーカーをまたいだ統合基準みたいなのってないから、エヴァがそれになりたい。比較することでわかるみたい。さっきの納豆みたいなのは、唐揚げ玉入りふりかけの揚げ玉っぽいですね。カロリーについては771キロカロリー。ややボリュームがありそうなので、ペヤングよりも高カロリーですね。2つ合わせると、1319キロカロリー。おお、結構なやつ。それでは早速作っていきましょう。はい、2つできました。美味しそうですね。こっちはもうそ知らぬ顔してるね。私無害ですけど、何か、顔してる。こっちは見た目が辛そう。超辛そう。だってさ、赤黒いソースに、赤い唐辛子みたいなのにまみれた揚げ玉が乗ってるからね。どっちが辛いですかって聞かれたら、もう、ブブカですよね。ブブカの方が辛そう。でね、どっちもなんかいい匂いするんだけど、ニンニクがね、強すぎてね、ブブカの方の匂いはなんかよくわからないですね。では、早速食べていきましょう。どっちから行こうかな。前回、極激辛から行って、まあ、中本の味わかんくなったから、一旦、ブブカ行っとこうか。見た目はね、こっちの方がね、断然辛そうなんですよ。はい。ということで、食べていきます。半分ぐらいに取って、小皿に取り分けて食べていく。いただきます。なるほど、なるほど。後入れ火薬が、かなりいい感じ。なんかね、食感のアクセントっていうんですかね、カリカリっていうのがすごい心地よいですね。麺はもっちりしてて辛いんだけど、なんかラー油っぽい辛さっていうんですかね。言うほど、あ、でも喉に結構来るかな。ちょっともうちょっと食べてみますね。これは中野とより辛くない気がします。食べやすい辛さかな。なんか油そばって感じなのか。わかりました。じゃあ続いて、マルカ食品ペヤング極激辛ニンニク食べていきたいと思います。もうね、見た目は人畜無害ですね。もうなんかなんなら、まだ味ついてませんけどって顔してます。さあ食べていきます。
あっ、あれだ、あ、ダメだこれ、嘘、辛い、痛い思い出した、この怖いやつだ、嘘、あ、痛いよ、辛いとかじゃない、あ、嘘、これ、これダメ、マジか、ここまでか、これ辛くなってない？前もこんなもんだったっけ、辛い、あ、痛い、ずっと痛いよ、辛い、本当に辛い、そして例によって飲み物を忘れました。もう一回。味はわかんない。ニンニクの匂いはする。ニンニクの味か、これ。なんか苦味ある？なんか奥に苦いのがある。板苦い。辛い。ちょっとブブか。ブブカで助かってる。でも辛い。ああ、辛い。まだある。まだ結構ある。半分ぐらいある。マジで、ペヤング何なんだよ。辛い、痛いよ。やんなきゃよかった。そうだよ。前もこんな感じだったんだよ。箸がね、止まんだよ。怖いんだよ。口に入れるのが。ちょっと食べてくね。辛い。唇がね、プルプル震えてんだよね。辛さの単位としては、一口単位で来るから、一口を大きくした方がいいかもしれない。一口ずつこうレビューしてったら持たんよ。辛い。ほんと辛い。もうやんないかも。ってくらい辛い。え、これ辛くなってないかな？前よりも辛い気がする。前もこんな辛かったっけな？野菜いた？最初あんま取れてなかったかも。ニンニクとか、こんな味すんだろうな。味とかわかんないけどね。目の前にある。約半量のペヤング。見た目は清楚だけど、中身は極悪の、そういう子だよ。これ何があったらマシになるのかな？牛乳とかかな？マヨとか入れたら変わるかな？手がすまない。声は、あんまガミってない気がする。声どころじゃないけどね。よし。こうか。怖いな。震える。ほんと震える。口に入れた瞬間に来る、なんだろう、苦味みたいなのがあって、それがね、辛さとはまた別のベクトルでこう来るんだよね。これはちょっと苦手かもしれない。ブブカ取ってこようか。ちょ、ブブカ食べるね。はぁ、優しいな、ブブカは。すごい怖そうな顔してるけど、話せば、すごいいい人みたい。優しくしてくれるよ、ブブカ。見た目怖いけど。マジでね、ペヤングほんと容赦ない。汚いの出たな。いいじゃん、ボイトレできてない。よし、辛さの単位は、一口ごとっていう風なのは、多分そんなに間違ってないと思うんだよね。ちょっとだけ食べるのよりも、一気に食べた方が、同じ量を回数分けて食べるよりも、多分大丈夫とか耐えられる。食べ物の話してんだよね。耐えるとか何なのって。ペヤングな、今後どうしよう。もうちょっとこれ怖すぎるわ。暴力に近いよね。食の暴力。喋りでなんとかね、ごまかそうとしてるんですよ、これ。食べるの嫌だから。嫌だからじゃない。食べるのが怖いから。これ混ぜたら、なんか負けな気がすんだよね、ペヤング。前回確かさ、中本に混ぜてみてどうなるかっていうので、マイルドになったんですよね。多分今回もね、ブブカと混ぜればマイルドになるんですけど、ペヤングに負けたくない。君は君のまま食べてあげないといけない気がする。なんで毎回飲み物忘れんだろう。取れきゃいいんだけどさ。それもちょっと負けた感じがする。最初から準備しておくのはなんかいいんだけど、途中からこう取りのなんか背中見せてる感じ。背中は見せないよ。背中は切らせない。よし。食べてくぞ。食べてくからね。辛い。でも最後キャベツが結構いる。あれでも最後は一瞬辛かったけどなんか慣れたかな。でもペヤング行きました。全部だよ。
あとはブブカだね。ブブカは美味しく食べれると思う。最初カリカリだったやつが油を吸って全体的にしけたおせんべいみたいになってる。ブブカ早めに食べた方がいい。熱々でかっこむのが美味しいか。いやー、ペヤングさ、あの緑だとなんかあんま辛い見た目してないんだよね。ニンニクだし。まあ、極激辛とは書いてあるけど、これね、間違えて買ったら泣いちゃうよ、本当に。なんかニンニクの焼きそばある買っとこうっつって食べたらびっくりすると思う、これ。ブブカ食べていきますね。あーでもブブカ優しいわー。マジ優しいわー。味わかるわー。なんかラー油の香ばしさ、ごま油っぽい香ばしさがありますね。もう前と一緒じゃん。仲間とで救済食代わりにしてる流れも一緒じゃん。ブブカとおやつと仲本と。絶対王者というか一番頂点に君臨してるんですよね。あの、ペヤングがズバ抜けてるよ。でもね、今回に関しては、味で言うと、国劇からタンタンの方がエヴァは好きですね。なんか、苦味を結構強く感じましたね。で、言うてニンニクの香りがめちゃ強ではないのかな。なんかもっとニンニクの風味みたいなの。よかったかな。まだ食べ終わってないですけどね。ブブカの方。完食しましたー。あー、疲れたー。なんだこの疲れ。あー、とりあえず、まあ、息絶え絶えではあるんですが、なんとか今回も完食することができました。いや、でもちょっと、あれだね、忘れてたわ。ペヤングの凶悪さを。めちゃめちゃ、やばいんだと。食べ物を体がね、拒否するんだよね。とりあえず、次はあるかわかんない。まあでも、どうしよう。次ペヤング出たらどうしよう。でもなんか味だけ気になるな。味は気になるけど、辛いのは嫌だ。でも次、赤、青、じゃあ赤、黄色、青、緑ってきたら、ちょっと予想しますよ。次、紫が来ますね。次、紫来ますよ。絶対、絶対。紫だったらじゃあ食べるわ。はい、まあ、そんな感じでですね。一応、こう、声どうだった？一回汚い咳出たけど。意外とそれ以外はなんか、もうね、エヴァも動画20本くらい上げているので、少しずつ喉も強なってんのかな、というところですかね。はい、ということで、本日の動画は以上になります。エヴァ頑張ったな、お疲れ、と思ってくださる方がいれば、高評価やチャンネル登録などよろしくお願いします。まあ、普段はね、イラスト系の動画をアップしているので、そちらをまだご覧になってない方はぜひ、そちらも立ち寄って見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画や配信でお会いしましょう。バイバイ。実はね、前回の、ね、ストック用に買った極激辛タンタンがね、余ってんだよね、まだ。これどうしよう。食べるの怖っ。